フィムをどこへ連れて行く。何をした。害獣に首をはめて何が悪い。ましてこれは荒神だぞ。これだ。はい、どうみさこんにちは、だよです。今日もゴッドイーター3、引き続きやっていきたいなと思います。まあ、前回はね、ちょっとフィームのサプライズでちょっとうるっときたところもあったんですが、早速やっていきましょう。で、今回やっていくミッションはですね、また廃棄種の荒神が出たと言ったところで、アンノーンっていうことなので、まあ、初めての敵ですね。行きましょう。いや、廃棄種ほんと強いからな。まさかあいつじゃないよね、あのパッケージのやつ。カーリーの時間だ。てなわけでいきましょう。いや、怖いなあ。こいつじゃないよね。びっくりした。もう出たのかと。OK。はい。よし。まずここら辺の雑魚敵をね、こう。オッケー。倒していく。オッケー。いるね。なんじゃこいつは。絶対力マンじゃんこいつ。もう力こそ全ての人でしょこの人。絶対もうそんな気しかしないよ。わっ。オッケー。いやあ、でも上の方は結構食らいますね。捕食は危ない。いやでも十分強いけどね、板にはついても。どうした、エイミー。まったく、野良犬どもが私の研究対象を好き勝手に扱いよって。
すぐに戻れ犬ども。お前たちのキャラバンは我々グレイプニルが接収した。なんだと。やっぱ攻め込んできたか。多分ね、かくまったらね、まあ、こういうことになるんじゃないかと思ってたんですけどね。申し訳ありません。積み荷を開けるつもりはなかったのですが。海域主荒神が相手では無理もない。むしろよくやってくれたさ。しかし、ずいぶん手荒ではありませんか。それに、積み荷の引き渡し予定はまだ先のはずです。黙れ。キャラバンごときが私の決定に口を挟むな。あとはこちらの指示を。なんだこいつは。フィグをどこへ連れて行く。何をした。害獣に首をはめて何が悪い。ましてこれは荒神だぞ。これだ。そこをどけ野良犬どもめ。以後私の許可なく勝手な行動は許さん。ん？圧倒的目力。どけ。分かれば良いのだ。分かればのけ。よく耐えてくれた。フィム、当船はこれより入港準備に入ります。衝撃や振動に備えてください。繰り返します。このままじゃ終わらせねえ。入港準備に入ります。衝撃や振動に備えてください。もう目が物語ってるよね。おお。すごいハッチですね。これはね、まずいですよ。執務室かな？入室許可がない。しょうがないよね。じゃあ誰もいない。
うん。そういうことか。ここも誰もいないな。ここも行けない。そんなこと思いつくものね。まして実行に移すなんて。あんただって嫌いじゃないだろ、こういう無茶は。まあね、よくわかってるじゃない。でも大丈夫なんですか？もしも人的被害が出てしまったら。そのためのハウンドだ。そしてこいつがいる。そういう話では。エイミー、無駄よ。こうなったらこの子は聞かないわ。ですけど。みんな聞いてくれ、フィムを取り返す。おお。フィムが乗せられた輸送船の目的地が傍受できたんだ。俺たちはこれからそこまで向かう。キャラバンごと？そんなことしたらバレんじゃない？ある程度までは近づけるさ。そこから先は歩いていく。海域を歩いてってマジかよ。フィムのためなら私は構わない。こいつはクレイジーな作戦だ。ああ、だからこの作戦は俺たちハウンドのみで行う。俺らが行くのはいいけどさ、泥棒でもしろっての？そんな簡単に乗り込めっかな。心配すんな、海域シュアラガミを使う。ほ？海域シュを使うってお前どうやって？これまでの流れから海域シュにはフィムを狙う習性があるのは間違いねえ。確かに奴らは常にフィムに強い執着を示している。やけに海域種が絡んでくると思ったらフィムが引き寄せてたってことか。そうか、その習性を利用して。ああ、輸送船を襲わせて混乱状態に陥れる。お前たちは輸送船の奴らを守るために戦い、そしてフィムを奪還する。たまたま輸送船の近くにいたお前たちがな。そんな都合よく海域士が来てくれるもんなのかね。ん？お前たちってことはユーゴは？海域士アラガミとお散歩だ。俺が海域士を焚きつけて誘導する。マジかよ。危なすぎない？ま、なんとかなるさ。私にも何か。お前はこの話を知らされていなかったことにしろ、それで十分だ。作戦に加担していることがバレたらお前の名前に傷がつく。なんで私にこの話を？だったら初めから内緒にしてくれていれば。たとえ理由があっても仲間に嘘や隠し事は好きじゃない。私がグレープニルに密告するとかそういう可能性だって。お前はそんなやつじゃないだよな。よし、話は以上だ。イルダ、車を一台借りる。誰も傷つけないようにね、あなたも。
ああ、ありがとな。みんな、準備に取り掛かってくれ。なんてことや。まあ、てなわけでですね、今回は一段落したところで、一旦ね、この辺りで区切っておきたいなと思います。まあ、次回はですね、そちらのフィム、奪還作戦ってことで、やっていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。